ギオームド・マショーは14世紀フランスのランス生まれの作曲家、詩人。アルス・ノーバを代表する作曲家である。代表作はノートルダム・ミサ曲。厳密な少年は不明だが1300年から1305年の間に生まれた。シャンパーニュ地方ランス近郊のマショーの貴族出身。聖職者になるための教育を受ける。 ボヘミア王権ルクセンブルク博ヨハンの秘書となり、ヨハンの兵と共に、イタリア、ハンガリー、ボヘミア、シレジア、プロイセン、ポーランド、リトアニアなど、ヨーロッパ各地に赴いた。この間、ヨハンより、ベルダン、アラス、サンカンタン、さらに1334年もしくは1337年に、ランスのノートルダム大聖堂参事会員等の名誉職を得た。 1346年、百年戦争初期のクレシーの戦いでヨハンが戦死すると、後のフランス国王ジャン二世の日であるヨハンの娘ボンヌに仕え、今日ランスに定めて終生ここから動かなかった。その後、1364年からフランス国王になったノルマンディーコ・シャルル、同じくジャン二世の抜死でブルゴーニュ公になったフィリップ・ナバラオー・カルロス二世。 サボヤ博アメデオ六世、華麗な字当初で知られるベリーコージャンなど多くのパトロンに仕えた。1349年のペスト大流行の後、自作品を集大成し、これらは数冊の魔晶写本として残されている。1359年から1360年にはペスト化が収まって、再び始まった100年戦争のランス包囲戦を経験している。 1377年4月、ランスにて死去、ノートルダム大聖堂に葬られた。アルス・ノーバの代表的作曲家であり、複雑化したリズムの音楽を作った。魔性は、聖職者であったにもかかわらず、80年、近い生涯に残した音楽作品は、天礼のための宗教曲よりも、宮廷風の愛や、世相を歌った世俗曲に比重が占められている。 マショの最も有名な作品は、ノートルダムミサ曲で、ノートルダムとはフランス語で、我らの貴婦人つまり、聖母マリアを指し、この作品は、聖母、マリアのミサ曲である。六章のミサ通常文が一人の作曲家によって、作曲された最初の作品とされる点で、歴史的に重要である。他の宗教曲としてはモテットが重要である。23曲のうち6曲は、 ラテン語天霊文で残りは世俗的な歌詞を持つ。ダビデのホケトゥスはイソリズムの技術に基づく作品であり複雑なリズムを持つ魅力的な作品である。気楽曲とされるが声楽によっても演奏可能である。ホケトゥスとは音楽のシャックリを意味し二人の歌い手が一音一音交互に歌う部分を指す。世俗作品としては霊、ビル霊、バラード、 ロンドンなど単語へ及び多生の歌曲を多く残している。逆光カノンの三世のロンドン、我が終わりは我が始めなどがある。詩人としては、ローマ賞を慕って彼の元を訪れた19歳の若い女性、ペロンヌダルマンティエールとのプラトニックな老年の恋を歌った真実の物語が有名である。ありがとうございます。